どこ。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、どどこです。さあ、今回なんですが、まあ、いつも僕ね、原神のまあふざけた動画とか、まあ、あとは集会の生放送とかやったりしてるんですけど、ちょっと今回から、まあ、ストーリーとか、まあ、そういうあの伝説任務とかをなんかちょっとこうたまに自分でこう見返したくなるんですよね。この前のモナのストーリーとかもさ、ほらフィッシュルとモナ可愛かったし、なんかパイモンがね、なんか邪悪な表情を浮かべてるとか話題になってたし、なんかそのストーリーを後で見返したいなと思って、多分そういう人結構いると思うんですよ。なんで、まぁ、ちょっと今後ね、そういうストーリー系の任務、動画にして、出そうと思います。はい、需要あるかわかんないけど。はい、なんでまあね、よかったらね、気になる人見てってください。まぁ、ただちょっとプレイ動画、ただのプレイ動画ではないんで、僕がね、随所で喋るんで、うるせえって思う人もいるかもしれないんですが、まあそれはちょっとね、この動画のカラーということで、ご了承いただきたく思います。で、本日ですね、ただいま、12月1日の、午前5時です。はい、明け方だね。ソシャゲ廃人の朝は早いと、もう漁師並みですよ。アナウンサー並み。うん。まあ、朝は早いのか夜は遅いのか分かんないですけど。で、今日の19時から、俺の勝利先生のね、ピックアップ、ガチャが来るんですけど、その前に、こちらの、伝説任務の方に、こう、勝利先生のね、なんかやつ来てるんですよね。ちょっとこれやってみようと思います。解放！これ、ランク40からとかだったかな？ごめん、ちょっと詳細覚えてないですけど、ちょっとやってみようかな。はい。はい、はい、はい、はい。これかな？潮の花。なんたらなんとかに到着し見覚えのある人と出会った。どこだ？どこだこれ？367ってどこ？どこ？ここ。どこ？あー、船か。だるいな、行くの。おー、心を燃やせ！はい、密航完了と。あ、勝利先生いるね。ん？まさかここで会うとはな。お金あるんですか？ご友人かしら。ああ、ついこの間知り合ったんだ。見聞が広く、博学多才で、いろいろとためになる。歴史上の岩王帝君について話し合っているんだが、お前も興味あるか？この方は岩王帝君の力を甘く見ているようでな、プロの考古学者として少し訂正してあげていたんだ。ご本人様なんですけどね。実は彼、ちょうど今世界最初のモラの話をしていたところだよ。世界最初のモラ？岩王帝君の導きにより、先人たちは功績を精錬し、諸国と貿易を展開したのは誰もが知っているだろう。今のリーウェには全大陸で唯一モラを製造できる権利がある。そして最初のモラは数千年前に岩王帝君が作ったと考えられる。私の考察、それから推測だと、この歴史的意味のあるモラは記念品として今も大事に保存されてると思うわ。例えばリンユエを管理する七星は、就任前に秘密裏に行われる儀式があって、そこで。いやいや、私の研究だとこの最初のモラはそう単純なものではない。ご存知の通り、モラは触媒の一つである。今もモラを使って武器を強化する術が存在する。これなんか先生の分だけお茶ないよね。これお金持ってないからお茶買えなかったのかな、この人。世界最初のモラには強い力が秘められているはずだ。だから今度出す私の本で、この10年間の研究成果を証明してみせようと思っている。ズバリ、岩王帝君はそのモラを使って刀と剣を強化したという歴史を。刀と剣を？知りたければ私の本を買うといい。ちなみにその刀と剣を手に入れれば、リーユエの王になれると言われ。それはどうだろうか。おや、刀剣の真相の考察は置いておくとして、モラが生まれた理由は契約を結ぶための手段だ。モラを使って取引させることこそが本意だと思う。だから最初のモラも普通に通貨として使われているだろう。うん、私は漢学殿の仮説は面白いと思う。
逆に勝利殿、なぜ証拠もなしに否定を？いや、俺はあくまで事実を述べたまでだ。私よりも岩王帝君の見心がわかるというのかい？実は彼、歴史に関しては俺も詳しくはない。だが意見が分かれなければ切磋琢磨もできなくなる。では聞こう。千年前、岩王帝君が先人たちに建築の技術を教えた。その時使われた模型は全てモラで鋳造されたものだった。そうだね。その通りだ。では仮にモラに侵力がないとして、なぜ岩王帝君はそんな贅沢なことをしたのだ？簡単だ。それはモラが最も手に入りやすく、最もコストのかからない材料だったからだろう。人ごとみたいに言うんだね。岩王帝君の話だからな。勝利殿、その考古学に関してあなたに聞きたいことがあるんだけど、場所を変えて聞いてもいいかしら？おっと、これは部屋に誘われてるのかな。このお姉さん、なかなかおっぱいでっかいですよ。なあ、構わないが、友人も一緒でいいか？きっと力になると思うぞ。いいの？ぜひご一緒してほしいわ。さあ行きましょう。塩の花。塩の花？なんかさ、なんたらの塩みたいな、なんか空いてない場所なかったっけ？千尾に行ってなんたらの問題を聞く。えんって読むのかな、この人。これから話すことは少し眼神に対して不敬だから。おっと、人の少ない場所の方がいいと思う。ご本人目の前にしてますよ。勝利殿の話は理にかなっていた。多数の意見になびくことなく、非常に客観的だったわ。勝利先生からしたらだいぶ主観的な話なんですけどね。だから他の学者とは違う答えがもらえるかと思って。勝利殿、眼神に殺された魔人はみんな悪だったと思う？善悪はさておき、岩王帝君は契約を尊ぶ。だから殺された魔人はきっと契約を保護にしたはずだ。おう、罪もない奴を殺すなんてこと岩王帝君はしないと思うぞ。でも考古学の研究をしていく中で、塩の魔人に関する伝説を耳にしたわ。塩の魔人ヘウリア、彼女は善良な魔人だった。でも戦争でモラクスに実に不名誉な方法で暗殺された。嘘だろ？おっと、これは勝利先生また株下げるのかな。それは話せば長くなるな。また株を下げてしまうのかな。真相もお前の知りたいものではないかもしれない。構わないわ。知ってることを教えてほしいの。ずっとこの件を調べてきたから。これね、ちょっと今回こそ勝利先生のかっこいいところ見たいよね。俺は結構あのストーリーで最終的に勝利先生がね、ドラゴンの姿で破壊光線ぶっ放してくれるかなってこう期待してたんですけど、ちょっとかっこいいところ見たいね。はあ、勝利先生少し困ってるみたいだ。いや、ただどこから話せばいいか。おいたいた、クリメント。勝利先生探したぞ。ドンムーブ、武器を下ろせ、離れろ、戦艦軍に通報するぞ。フリーズ、武器なんか持ってないんだが。この人すっごい眉毛薄い。なあ落ち着いてくれ。俺はスネージナヤから来たただの考古学研究員だ。ファデュイは信じないぞ。ちゃんとリーウェ総務士にも報告したし、正式な許可書類も持ってる。これからリーユで考古学調査を行い、その調査結果を全て総務士にも共有することになっている。それで王城堂の勝利先生は物知りだと聞いて、俺の顧問になってほしく王城堂に大金を支払ったんだ。よく見ると鼻がない。つまりは王城堂の仕事だな。どうする？仕事なら仕方ないさ。王城堂には世話になっているからな。あれ、同種出してよ。さすが勝利先生。どうし見たいんだ俺。じゃあ今すぐ出発しようか。待って、私もついてっていい？私も考古学者だから役に立てるわ。この人やたらおっぱい押さえんの自分の。ではセクシャルアピールが過ぎるぞ。また後にしよう。そうだ、お前も一緒に来い。どうして？
この先の経験はお前の力になるかもしれない。あれは七神が確立される前のこと。魔人はもういないし、お前の目標でもないが、お前の旅に少しは意味をもたらすと思うぞ。奥でジョジョ立ちしながらこっち見てる女の人は何なんだろう。待て、キラークイーンみたいなポーズしてた。これは観光じゃなくて考古学チームだ。人が多すぎる。しかし俺の友人には唯一無二の才能がある。かなり役に立つと思うぞ。へえ、どんな才能だ。宝箱を絶対に見逃さないという才能だ。オイラも得意だぞ。確かに役に立つな。許可しよう。では早速例の渦の魔人が軍玉閣によって鎮圧された場所を見に行こう。何かあるかもしれない。あの後の話だね。古物や痕跡、魔人のかけらがあればもっといい。とにかくきっと何かしら収穫はあるはずだ。おお、これはなかなか興味深い展開になってきたね。どこ？共に古雲閣に行く。まああれは飛びましょうか。いい天気だな。特に変わったところはないな。価値のあるものを見つけられるだろうか。あ、結構壮大だと思うぞ。景色の話じゃない。あんな対戦があった後なら何か違和感を覚えるところがあるはずなんだが、今はどこから探せばいいかもわからんな。ここは古雲閣。魔人もしくは魔人戦争の歴史を研究したければここが最高の場所になる。雨降ってきた。伝説によると、わ元王帝君は岩の槍を海に投げ魔人を封印した。その岩の槍が長年の風化を受けて今の景色となった。こんな大きい山が元王帝君の武器。びしょびしょですよ。もうこれ俺たちが見ているのは氷山の一角に過ぎない。あの時帝君が投げた槍の数も体積もこれをはるかに超えている。ウェンティもね、山吹き飛ばしたらしいしね。スケールがすごいよねこの人たち。もともとはただ角度の違いやそれから海水や重力の影響でその多くは海の底に沈んだんだ。そのため風化だけでなく最初の崩落も古雲閣が出来上がった要因の一つとなっている。じゃああんな桁外れの力を持った者と戦った魔人もきっと強かったんだよな。ああ、だから古雲閣には研究の価値がある。先生はだってこれもともと武神だから神の中でもめちゃめちゃ強い方だからね。なんかウェンティがだってウェンティのボイスでビビってたもん。あのじいさんに会ったら僕ぶっ飛ばされないかなみたいな。あの歴史と関係するものの多くは海に沈んだが渦の魔人が大波を引き起こした影響で何かが見つかるかもしれない。設定上はめちゃめちゃ強いはずだよ先生。つまりちゃんと探せばきっと大儲けでき、こほん、収穫はあるってことだな。それなら安心だ。なんか変な生き物がいるな。この人数なら手分けして探した方がいいだろう。ああ、では俺は友人と共に行くことにする。雑学はわかるがプロの考古学者の前で恥をかくのは遠慮したいからな。え、あ、私。なんだ、あんたの本職だろ。なぜ驚く。わかったわ。では案内するわ。この人多分考古学者じゃないな。ああ、珍しいものを見つけたら、そうだな、対岸で落ち合おう。びしょびしょだよこれ。元素資格を使って元素の痕跡を残したはずだ。古物を探す。それを辿ってみるといい。ペスキスを全開にしろ。元素資格で確認してみようぜ。あっちか。お、宝箱あんじゃん。バカな、あんなところに宝箱があるぞ。ちょっと戦闘になりそうなんで今日はねこの幼稚園パーティーでね、はい、幼稚園パーティー with 引率の先生モナでね、さあ終わりましたよって。宝箱、なんでここにも敵がいるんだ。古い杭。古雲閣はもともと魔人を封印した場所。それらの残滓が今も影響しているんだ。なんか箱があった。粗末な布袋。敵が多くてめんどくさいな。
うわー、なんか投げられたんだけど。こいつら、なんでここに集まってくるんだ。何、え、純粋精霊いんのこれ。真ん中のあれに魔人の力が残っているからだろう。しかし、彗星の原型獣か。契約がある限り個人の感情は関係ない。そいつらを倒してあれを回収するぞ。生きたまえ、ここにて命じる。火力全開。ただの石板か。その割には模様が独特だな。これで何かしら情報をつかめるはずだ。戻るぞ。別招待と合流する。どこだ。この女の人が今回怪しいな。こいつよりもこっち話しかけらんないや。あんた本当に考古学者か。何も知らないじゃないか。本当に大丈夫なのかよ。術業に専攻ありって言うでしょ。ちゃんと説明してるじゃない。喧嘩はやめろよ。何があったんだ。こいつ考古学者なのにこの辺りの遺跡について何にも知らないんだよ。むしろ俺の方が詳しいくらいだ。だから俺の勘と経験で価値のありそうなものを持ってくることしかできなかった。ああ時間の無駄だったかもしれない。私はずっと塩の魔人の研究をしてたんだから詳しくないのも仕方ないでしょ。学者として確かにおかしいかも。そっちこそモラのことしか聞いてこなかったじゃない。貴重な文化財の価値をモラで測ることしか知らないの。それはモラで言えば一番わかりやすいだろ。まさにリーユへの伝統だ。二人とも少し落ち着け。お互い見つけたものを一緒に確認しよう。そちらが見つけたものは確かに渦の魔人の影響で騎士に上がったものだが魔人とは関係がないな。残念だがこの海域にもともとあったものだ。一方俺たちが見つけた石板には不思議な模様がある。魔人の力も残っているな。研究に役立つと思うぞ。あ、早くそれを俺に渡せ。これで収穫はありだな。魔人の力、これを探してたんだ。他のものも少しは金になると思うし、顧問料を回収できるはずだ。全部俺のものだからな。魔人の力がないと研究価値がないのか。うん、私が塩の魔人の歴史を研究しているのは歴史が文化と信仰を教えてくれるからよ。あなたはお金のことしか考えてないみたいだけど。バカ言え。俺はスネージナヤの考古学研究員だ。正真正銘な。魔人の力を集めたいだけでは。そうだ、あのコップは売らない方がいいぞ。元素ためバフついてるやつ。ん、なんでだ。あれは行幸のコレクションで軍玉閣と共に落ちてきたんだ。七星を敵に回したくなければ。金になると思ったのに。ほらまたお金の話。だったらなんだって言うんだ。研究成果も金もどっちも得るに越したことないじゃないか。さ、ここは終わりにするぞ。そうだ、塩の魔人。そいつには俺も興味があるんだ。地中の塩よ。次は地中の塩に行くか。あそこ行けんのかな。話せますね。一緒に地中の塩に行く。ちょっとその前に話聞いてみようか。女の人。あなたね、お金が全てじゃないのよ。あんたこそ文化財のことばかりで頭が硬いぞ。まだ言ってる。はい、邪魔しないでおこう。ちょっとこの女の人はなんか正体わかんないな。こいつはなんかもう、あなたね、まあファデューって感じですけど。まだ言っ、さあ地中の塩に到着しましたよ。入れるのか。地中の塩はかつて塩の魔人の民が暮らしていた場所だと聞いた。あ、バグ技使えば入れるらしいけど、多いだろうな。ここ僕は入ってないですね。伝説によると塩の魔人ヘウリアの加護を受けた民は
確かに幸せな暮らしをしていた。しかしこの伝説は古くからあり、ここに来た宝刀団も数知れない。価値のあるものはほとんど残っていないだろう。女の人がなんか塩の魔人のなんか化身みたいな感じなんじゃないの、もしかして。ち、来なければよかったな。実は洞窟の奥に塩の魔人関連の遺跡があるの。それが地中の塩の由来にもなっているらしいわ。ただ遺跡の入り口は封印されているみたいで入れないのよ。関係のありそうな装置は見つけたけど、解除しても封印は微動だにしなくて、その封印の由来も解除方法も塩の魔人の研究にとって重要な課題になっているわ。帝君と関係してたりするかな。物証がないからわからないわ。でも封印の多くは真実を隠すために存在するものよ。けど塩の魔人は優しく力もあってみんなに愛されていた。見せられないものなどないはず。だから真実を隠したいのは犯人のモラクスだと私は考えているわ。岩王帝君はそんなことしないと思うけど。そんなのどうだっていい。それよりその遺跡には塩の魔人の宝物があるんだろうな。人の話を聞きなさいって。あったとしても封印を解かないと入れないわよ。勝利先生がいるじゃないか。何でも知ってるし、封印だって楽勝だろ。あの封印は長いこと存在していて謎だらけだから、きっと勝利殿だって。多少ならわかる。封印に関する言い伝えは雑然としているように見えるが、実は解除の仕方もちゃんと伝わっているんだ。封印と関係がありそうな装置の話をしていたな。まずはそれを確認しよう。うん、勝利殿がそう言うなら案内するわ。一つ目の装置がある場所に行く。なんか普通に敵めっちゃ多くてめんどくさいんだよな、ここ。ここよ。はい。この辺の残骸を組み合わせると、はい、塩の魔人に関連するものに見えるの。残骸にある模様が完全に見える。ヒント通りにある角度から見ると装置は解除できる。なんかうわ、なんかすっごい前にさ、あの旅館、防除旅館でこういうのやったよな。はい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 。うわ、夏い夏い夏い。あ、ここに立てばいいだけか。二つ目の装置がある場所に行く。解除できたのに封印は微動だにしないの。それはもう一つの装置を同時に解除しないといけないからだ。もう一つ。ここ、ああ、変わった元素石碑があったわ。これも関係があったのね。封印を調べるために神の目を持った人を雇ったんだけど、石碑に明かりをつけた後何も起こらなかったのよね。ここの石碑は正しい順番で明かりをつけないと封印の解除ができない。そしてヒントは魔人戦争に関する文章の中にある。南は天候、東は陽候、西は絶運、北は警策。広いリーウェに居場所がないとは。南、東、西、北の順ってこと？南東西北？え？なんだって？意味がわからないぞ。それ聞いたことがある。ああ、この文章は塩の魔人とも関係がある。この優しい神は苦しむ民に居場所を与えるためリーユエ各地を歩き回った。しかしあの戦火にまみれた時代、一国の平和でもかなり贅沢なものだった。最後彼女が見つけたのは今の地中の塩という場所だ。でもその安らぎもモラクスに壊された。そんな古臭い伝説の話よりも、お前帰れよ。封印を解除しよう。せっかくヒントがあるんだから、さあさあ。天候は南、陽光は東、絶運は西、警策は北。南東西北。このヒントがあればお前もわかるだろ。まあわかるね。すっごいわかるね。勝利のヒントをもとに付近の石碑に明かりをつける。これはアンバーちゃんの出番なのかな。これあれだね、雷だわ。南東西北でやってみる。ここだよね、南って。はい、とう。
ブブブブブブ見て、本当に解除できたわ。さすが勝利殿。多少知識があっただけだ。国勢頑張って泳いでいってくれ。封じられた秘密を明らかにする時が来た。無用の争いを避けるため遺跡に入る前に一つ提案があるんだが。何でしょう。契約を結んでほしい。内容は順番に物を取る。一度に一点のみ。誠意を示すため俺はカウントしなくていい。右に同じってパイモンじゃん。右に同じ。せっかくのチャンスを諦めるのか。俺は認めない。この半人前の考古学者と収穫を等分しろってか。ありえない。それはこっちのセリフよ。塩の魔人の文化財が台無しになるわ。絶対に無理。ふん。もし契約を結べないのなら顧問を降りるしかないな。この遺跡にある宝と罠の対処は二人の判断に任せる。それは分かった。塩の魔人の宝物だ。その半分でも十分金になるだろう。契約に応じてもいいけど、勝利殿、一つ条件があるわ。塩の魔人の真相を見つけたら、たとえモラクスに不利なことであっても公正に判断してほしい。その条件なら受け入れよう。では行こうか。さあ、洞窟の下に進むっつうことで、ここ入れるようになったね。まさかこの任務で入れるようになるとは。瑠璃袋、瑠璃袋、待って、瑠璃袋いっぱいある。瑠璃袋を取ってこう。へえ、すげえ。あ、でもなんかあそこ秘境っぽくない？なんか時空歪んでるよ。ここなんかめちゃめちゃ特産物あるな。このね、レザーのね、スキル長押しがさ、こういう風にさ、一発で鉱物割れるんで。まあ勝利先生のピックアップってさ、レザーもピックアップされてるはずなんでね。まあぜひ、ゲットしてほしいね。簡単に鉱石取れるから。レベル1とかで平気だから。ただね、世界ランク高いとね、水辺でやると感電してレザー死ぬんだよね。あ、なんか、洞窟を探索して遺跡に入るって書いてあるわ。あ、こっからか。水晶元素、現在は岩元素がありません。封印がやっと解けた今、塩の魔人の遺物と物語はすぐそこの奥に、一人一人違う目的を抱きながら、一行は先へと進む。すげえ、インディ・ジョーンズみたい。まあ、勝利先生が多分使えるはずなんで、まあ岩元素僕誰も育ててないんでね。うん、まあ普通にそうですね。まあこのまあこのトンチンカンなパーティーで行こうか。うわ、勝利先生来たね。背高いな。ちょっと待って、テンプ見ようぜ。テンプ、うわ、レベル90、攻撃力2100。破天の槍、これあれですね、武器ガチャの方でピックされてるやつ。めちゃめちゃかっこいいんだよなこれ。まあ、ただ性能がね、先日までピックアップされてた、浮世？放棄の浮世と一緒なんで、どうなんだろうな。なんか、勝利先生、その場に居座るタイプのアタッカーだったら、これ全然活用できると思うんだけど、サポート的な感じでキャラチェンしちゃうとね、シールド強化あんまり活かせないから、ただま、見た目めちゃめちゃ似合うんだよな。あ、生物吸気族つけてる。へぇ。命の星座、地震の眼中は最大2個同時に存在できる。これ一突したらあれだな、すげえマルチでこうね、柱だらけになりそう。転生落下時、近くにいる出場中のキャラクターに単なんたらシールドを付与する。あ、マルチでも多分シールド付与できるようになるんだ。うん、転生の影響範囲が 20% 拡大する。さらに転生の石化効果の継続時間が2秒延長する。なんたらシールドがダメージを受けた時、そのダメージ量の 40% 分の HP 回復させる。1回の回復上限はキャラクターの HP 上限の 8%。 え、めっちゃ強くない？これシールド貼って、え、これなんかマルチだとめちゃめちゃサポートとして強そうなんだけどね。シールド貼って、そのシールドがダメージ受けたらキャラクターの HP 回復すんの。え、まさかのヒーラー？
勝利先生ヒーラーだった。石柱を生成し岩元素範囲ダメージを与える。眼柱が存在している間に周囲の他の岩元素創造物と一定時間の間隔で原眼共鳴をし、継続的に周囲の敵に岩ダメージを与える。眼中は岩元素創造物とみなさ、一部の攻撃を防御でき、登ることもできる。岩主人公の、もう、周り岩だらけになるけど。これだから、とっつったら、自分でもう、あれだよね、何本も置けるようになるってことだよね。そうだよね。逆に言うと、これ、とつらないとあれなのか。一とつはしないと、自分で柱一本しか置けないから、岩主人公とかと合わせないと、これフルにスキルを使うことって難しいんだね。あー、勝利先生一突したい感出てきたな、これな。長押し、付近の岩元素を爆発させ、火器の効果が発動される。シールドを生成する。シールドのダメージ吸収量は HP 上限と関係する。さらに岩ダメージに 250% の吸収効果がある。これなんか勝利先生のさ、シールドなんかおしゃれだったよね。かっこよかったよね、PV 見たら。岩元素範囲ダメージを与える。周りに岩元素が付与されたターゲットを得る場合、岩元素を大量消費させる。この効果によるダメージは発生しない。まあでも爆発させられるからね、うん、すぐ消せるからそんな邪魔にはならなそう。転生。石化状態の敵は行動不能になる。スキルダメージ 591%、 石化時間 3.5 秒、クールタイム12秒。あー、石化時間 3.5 秒、とつると2秒伸びるんだっけ。 5.5 秒。シールドはダメージを受けた際に防御効果を発動する。シールドに守られたキャラクターのシールド強化 5%、 シールドが消えるまで最大5回強度を上げることができる。なんかめっちゃカチカチで、あれだね、シールド貼ってしかも HP 回復できるっていう、すっげえ防御ガンフリだね。ダメージ量が HP 上限の 33% 分上昇する。勝利先生これ HP 伸ばした方がダメージ上がるみたいな、そういう感じ。はあ、これはでもちょっと使ってみんとわからんな。結局原神のキャラってね、こう使ってみんとわからんところあるからね。これ貫突の効果すげえと思うんだけど、貫突して初めて回復するようになるってことでしょ。だよね、そういうことだよね。よし、ちょっとこれ勝利先生を使ってこう。え、すげえ、もう彫像を観察する。ものそうな彫像、塩で作ったようだ。塩なのこれ。めちゃめちゃ人が固まったように見えるけど、壊せる？壊せない。あ、出た。攻撃モーションめちゃめちゃかっこいいんだよ。これは彫像？ほら、このね、いや、この足で槍飛ばすやつ、ゲイボルグオールタナツブみたいな。この、やっぱ人だよね。塩の魔人の信者だったんだろう。正直このなんか槍蹴るやつ、あんまりなんか当たっても痛くなさそうだ。この遺跡に一体何が隠されてるの？銃撃がめっちゃ移動するんだよな。うわー、すげえ。ちょっと戦いたいね。勝利先生戦いたいぞ。お、いいね。おいしょ。おうほ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 う。あ、邪魔だな。邪魔だな。戦闘中なんかさ、登っちゃうのがマジでちょっとあれだよね。アップデートとかでこうね、なんていうの、爆発しねえ。アップデートとかでさ、なんかボタン押さないと登んないようにしてほしい。戦闘中はなんかうっかり登んのやめてほしい。ん？これあれか、登れねえなって思ったけど、これあれだ、多分これ出して登れってことだ。なんか今ね、なんかすごいあれだよね、これなんかゴディバのチョコレートの箱みたいだよね。ここも？こんなところも？揺らぐことなし。あ、でもいけた。信仰深いポーズをとっている。いや、あれは怖がっている。堪忍しておくれやすーっていう時のポーズだよね。中に塩が半分入ってるわ。ただの塩入れだろ。塩の魔人は貧乏な魔人だな。
俺の知っている限りそれは普通のものじゃない。たかが半分されど半分、永遠に変わらない。え、つまりいくら使っても中の塩は減らないのか。その通りだ。無限の塩を生み出すなんてやっぱり塩の魔人の力はすごいわ。ここまで苦労してやっと見つけたお宝だ。こいつは俺のだ。無限に出てくる塩、それを売るだけで十分に儲かるはずだ。塩の魔人の遺産をそんなことに使わないでくれる。クリメント殿がそれを欲するなら契約に従って次は彼女がもらう。ああ、でも次の方がもしかしたらね、めちゃめちゃいい財宝かもしんないよ。問題ないさ、こいつより金になるものはなさそうだしな。いや、どうだろうね。契約に従い、奪い合いはやめておくわ。いいねいいね、みんなちゃんと契約守ってるね。では先に進む。契約守れば勝利先生怒んないから。探索と調査を続ける。これね、ちょっと今ね振ってみて分かったのが、勝利先生ね縦方向の攻撃が多いんだよ。こういうあんまり横を巻き込まない、長押しで、ね、ちょっとよく分かんないよ。メテオです。え、めっちゃ威力高くなかった。え、なんか今3万とか出てなかった。うん、ちょっと縦方向の攻撃が多いから、こうなんだろう、なんかディルックとかみたいになんか周り巻き込める感じじゃないね。俺イワキャラさ誰も育ててなくてさ、イワキャラ使ったことないから、ちょっとイワキャラの使い方が分かんないんだよ。使い方間違ってたらごめんなさい。これさ、どうやって目の前に置くの。新天道地。はいはいはい。いや、おしゃれな岩だよな。お、なんかあるよ。温度計？ふん、ただの定規だろ。定規？大したことない。これは測定器具の一つなのよね。その通り。しかしこれにも塩の魔人の力がある。これを地面に刺すと、そこから塩が溢れてくる。塩ばっか。深く刺すほど得られる塩の量も多い。つまり塩の豊作だ。塩に特化しすぎでしょ。それって俺の塩入れよりもすごいじゃないか。上位互換だもん、ただの。では契約に従い、この定規は彼女のもの。ただの上位互換で草。ダメだ、認めないぞ。俺が出した金だ。なんで俺が損しなければならないんだ。それにこいつ何の役にも立ってないし、絶対に認めない。やっぱりこうなるのか。はあ、つまり契約を破るのか。お、だったらなんだ。この遺跡の罠もほとんど分かったし、あんたがいなくても結構。これは激凛サワサワしちゃった感じだね。そもそも俺が雇い主なのに、なんであんたに従わないといけないんだ。契約を結んだからだ。岩王帝君はこう言った。契約を保護する者は岩食いの刑に値する。それはリーウェの神だろう。俺はスネージーナヤから切った。岩食いの毛、その身をもって体験するといい。無事じゃ済まないがな。え、戦うのこれ。クリメントに罰を与える。いや、デッドエージェントじゃん。急にかっこよくなったな、あいつ。岩山八九。これまず多分柱出してからこの長押しやるんだよね。絶対タルタルで殴った方が早いんだけど、せっかくだから勝利先生使う。揺らぐことなし。やり天道ここにある。なんか原爆の威力がすごい高い気がする。その獲物も没収する。この先に行く資格はない。猿がいい。くそ、覚えてろよ。こいつデッドエージェントだったんだ。考古学のためとか言って結局嘘だったな。パイモンはあんな風にならないでね。モラは大好きだけど悪いことはしないぞ。彼は貪欲で間違いを犯した。しかし貪欲の他にも契約を破る原因はまだまだある。
渇望する者を前に契約を守れる者はどれほどいるか、これを機にはっきりとさせよう。あ、何のことだ。この考古学チームに考古学を目的に来た者はいない。どうしてそう言えるの。お前は考古学の初歩的な知識も文化財もよく知らないが、潮の魔人に関する知識だけはかなり詳しい。考古学や文化財よりも潮の魔人自身に興味があるのだろう。え、単純にただのそういう人。またお前が話した潮の魔人の伝説も、その多くは銀元町に伝わっている。銀元町。それ以上言わないで。勝利殿はやっぱり物知りなのね。何もかも見抜かれてるわ。おっと、俺の推理外したっぽい。そう、私は考古学者ではなく、リーウェ七星八門の一つ、遠行を担当する銀元町の者よ。ん？別にこの人が七星ってわけではないよね。私たちの祖先はかつて魔人戦争中に潮の魔人に守られた民だった。うん、帝君って呼んでないね。そういえば帝君って呼んでない。確かにモラクスっていう名前を口にするリーユエ人はめったにいないもんな。戦争中、モラクスが私たちの神を殺した。潮の魔人の力を奪うために。憎いわ。でもリーユエはモラクスのリーユエ、歴史だって改ざんされてるに決まってる。だから証明したいの、モラクスが悪で残酷な一面もあるってことを。契約に従って真実をちゃんと公正に判断してくれるわね、勝利殿。結局何、単純にモラクスアンチだったってこと。もちろんだ。それにリーウェはもうモラクスのリーウェではない。ついてこい、答えはこの先にある。まあ、もちろん勝利先生が帝君だっていうのは知らないんだよな。消えるタイプか。揺らぐことなし。これ届く？こっから登ってから飛べってこと？はい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 。でこれは多分長押しなんだよ。岩山八九。いっぱいいますね。天道ここにある。お、石化した石化。あー、石化強いかなこれ。まあこういうなんか大型のね、ファデュイとかこういうでかいやつをさ完全に止められるのは強いけど、微妙な感じするな。どうだろう、わかんないや。わからん。これ長押ししたらさ、その盾割れるんだ。なるほど、そういう使い方すんの。ごめんね、俺岩キャラ使ったことないから全然分かんなかった。そういうことか。俺てっきりこれが爆発するのかと思ってた。邪魔だな。邪魔だな、やっぱ登っちゃうな戦闘中。あ、そうそう、これも割れんの。あ、固まってる固まってる。どうなんでしょう。タルタルの方が絶対秒で、あ、もう秒で剥がせちゃった。さあ部屋にある断剣を調べる。ちょっと分かんないな、強いのか弱いのか。パッと分かんないな、分かんないや。僕はね、その考察ガチ勢じゃないからちょっと分かんないな。これは剣。あ、壊れた剣よ。これが証拠よ。潮の魔人は抵抗した。ただモラクスには勝てなかったんだわ。潮入れや定規に比べてこの剣の力はもっと強大でしょうね。もし直すことができれば、潮の魔人の力をみんなに見せることができる。確かに負けた後に残されたものに見えるな。剣の断片が2つ、考古学的な見地から言うとそれは2つの文化財になる。契約に従い、そのうち一方しかお前はもらえない。あ、さっきの定規もらってないの。どうしてよ。だってクリメントのやつはもう。ああ、だが一点のみの契約はまだ有効だ。同時に二つもらうのは契約違反になる。それはなあ、
勝利、悪意はないんだし、少し融通を聞かせたら？契約に融通はない。守るか破るかだけだ。ダメ、半分だけもらっても直せっこないわ。そしたら潮の魔人の力だって。私の信仰のために何が何でも。契約違反になっても。ただの信者か。構わないわ。決心はついたか。お、では代価を支払ってもらう。この女の人ボコるの。勝利、いわくいの刑を受けることになるぞ。構わない。あのゴディバの箱みたいなやつね。民を守るため犠牲になった潮の魔人と比べたら、そんなの大したことないわ。どんな処罰でも構わない。私の信仰を守れるなら。女性を殴っちゃダメだ。それで許されるのなら楽だけどな。罰として真相を教えよう。精神的に行くのね。真相が私への罰。ああ、これから話す真相はお前が契約を破った代価だ。残念だが潮の魔人ヘウリアは強い魔人ではない。むしろ弱い。譲歩ばかりしてきた彼女は七神の座には登れない。敗者だ。だってもう塩だもん。なんですって。魔人戦争時代、魔人たちはテイバット大陸を奪い合い、力と知恵を尽くし戦った。塩が勝ち上がれるビジョンが見えないもんね。しかしヘウリアは逃げることを選んだ。逃げれば戦火の影響は自分と民たちに波及しないと思った。しかし長い戦争の中で譲歩は終わらない。そうしてヘウリアは土地を全て失い、最後の居場所しか残らなくなった。いや、そんなのありえない。最後、彼女は民を守る武器すら持っていなかった。武器すらない。でもこの剣は。ああ、それは潮の魔人の遺物ではなく、彼女を殺した凶器だ。凶器？違う、嘘よ。私の信仰を惑わすつもりなのね。事実を述べたまでだ。そんなバカな。さては、あなたもモラクスの信者なのね。騙されないわ。もうこいつ殴ろうぜ。ああ、逃げた。おい、勝手に行くなよ。勝利先生が話したのが真相だよね。ああ、出なければ真相を罰にしない。俺だって話したくないからな。先へ進もう。そこにはおそらく彼女が真相を受け入れざるを得ないものがある。ん？あの人は出てったんじゃなくて先に進んだのか。彫像がどこかに逃げた？一体何が？一生懸命何かから逃げようとしている。裏切りだ。今なんか言ってたね。裏切り？大事件が起こることを予測しているみたい。まあだってこれ人が塩で固まってんだったら、その塩の魔人がねなんかしたってことじゃん。この人名前一向に読めないんだけど。今までのあれは何なの？彼らは何を見て何をしたの？そして一体何があったの？俺を信じられないなら先へ進むしかない。あの時の出来事、この扉の先にある痕跡がそれを記録している。まあでもなんかこう勝利先生がこういう感情をあらわにするの珍しいよね。今までのストーリーじゃ見れなかったもんね。結構淡々としてるというか。真実を見る。ここだ。ヘウリアだったものが崩れ、塩しか残っていない。これが彼女の最後だ。真ん中がヘウリア？
物語の続きだ。彼女の民はこの優しい魔人では誰も守れないと気づいた。魔人戦争は残酷だ。敗れた苦痛を味わわせるよりも彼らは彼女を自由にしたかった。でもこの彫像たちはどういうこと？どんな弱い魔人であろうと、それが死ぬ時に流れ出る力は凡人の体では耐えられるものではない。逃げられなかったものがこんな風になってしまったんだ。生き残った民は領地を離れ、岩王帝君の庇護を求めるためリーユエに行った。その子孫たちはヘウリアが残した魔人残滓による呪いを恐れ、ここに戻って彼女の怒りが静まるようにと剣を折って彼女に奉納した。だが本当はする必要もなかったんだ。最後まで抵抗しなかった魔人が自分の民に怒りを抱くわけないだろ。それでも受け入れられないわ。嘘よ、偽りの歴史よ。何もかも私の信仰は揺るがない。今回も容赦ないな。それが彼女の払う代価だ。が悪いことばかりでもない。しばらく動揺は続くだろうが、すぐに納得できなくても事実を知ることはいいことだ。潮の魔人に詳しいんだね。ああ、遠い昔の俺にとってヘウリアの話は戒めでもあるんだ。亡くなった神を信仰するのはいいことではない。ヘウリアでもモラクスでも皆同じだ。リーユエの人々もいつか理解する。ああ。さて、お、まだあんの？これから一緒に古雲閣に来てくれないか。あ、何するんだ？ああ。ここに来て、そして昔話をして、ふと懐かしい思いに駆られたんだ。うーん、挑戦成功。おお、なるほどね。何かを握っていたのか力が入った姿勢をしている。おそらくそれは彼の全ての中心に何か存在したとしていたとしても、今は演歌しか残されていたい。台無しだよ。台無しだよ、ね、めっちゃ上にいるんだけど。よ、超上じゃん。まあなんか勝利先生はなんかちょっと僕まあわかんないですけど、でも添付見た感じ貫突するとなんかやばそう。うん、なんか絶対死なないパーティーができそうじゃないね。貫突したらなんかどこ行っても死にませんみたいなパーティーができそう。先生、前にも言ったが、古雲閣の下には魔人たちが多く封印されている。え、何あれ、違う、何あれ、星空めっちゃキラキラしてる。今のリーユエは凡人たちのものだ。遠い昔に生きたヘウリアの置き土産をリーユエ校に持ち帰るわけにはいかない。まあ、凡人っていうのはまあ日本人からするとまあ一般人くらいのねニュアンスらしいね。ここで静かに眠らせた方がいい。ちょっとなんかね、我々ジャパニーズからすると凡人って言われるとなんか若干こうディスられてる感じするけど、一般人くらいの意味合いらしいよ。それで何をすればいい？俺は一つの時代を終わらせた。その歴史をどう記録すればいいかずっと考えていた。歴史は記録できるが、その信憑性は不確かなものだ。今回の件はその証明になった。歴史をねじ曲げるほど時間の力とは強い。本物の歴史を刻むためにより良い記録が必要だ。石に刻むのは良い記録だった。しかし変わらない盤石も世界も俺もいつか消えるかもしれない。勝利だからお前のことを思い浮かべたんだ。お前は様々な世界を旅する者。歴史をお前の記憶に刻めば
それはいつか別の世界にも伝わるだろう。歩くハードディスクね。旅人としてお前が記録すれば、テイワットの時代も歴史もバックアップを得たのと同じだ。それが同行して欲しかった理由か。任重くして道通しか。人を外付けハードディスクみたいな扱いしやがって。さてと、そろそろ置土産を海に入れるとするか。あ、なんで海に入れるんだ。言っただろ、ここには魔人が多く封印されていると。軍玉閣に再び封印されたあの渦の魔人オセルもな。数千年前、戦乱に満ちたリーユでめっちゃ持ってる。俺たちは戦った。先生持てよ。女の子に持たせるんじゃないよ。魔人が封印された。幸運閣も千年の時を経て、逸話と伝説しか残っていない。オセル、俺たちは敵同士だが、旧時代の対立は所詮旧時代の思い出に過ぎない。ああ。ヘウリアの遺物はお前が飲み込むといい。リーウェ港の霊石はこれで一つなくなった。パイモンがすごい名残惜しそうだったね今。天地万象、後世に任せるとしよう。なんか悲しかったね。なんか悲しいというか切ないというかね。結構タルタルの任務なんかは割となんて言うんでしょう、まあ結構キャッチーというかポップな感じだったけど、なんかちょっとこうね、感慨深いような、もうなんだこの腐女子が喜びそうなツーショット。おー、先生先生。もう少しここにいようと思う。過去に思いを馳せる機会はそうそうないからな。潮の魔人少しかわいそう。魔人戦争の時代、善悪を判断する基準は今とは違う。もちろん今の俺は彼女には優しい時代に生まれて欲しかったと思っている。うん、もう少しここにいようと思う。過去に思いを馳せる機会はそうそうないからな。これでオセルの力は強くなる。確かに異物には力があるが、オセルにとっては取るに足らないものだろう。たとえいつか彼が復活してもきっとまた破れるだろうな。もうなんだ、そのなんかもうリーユエの人たちはもう魔人なんかには負けないからなみたいな、なんか信頼感的な。もう少しここにいようと思う。過去に思いを馳せる機会はそうそうないからな。これからどうすんの。ガチャのピックアップあるんでしょ。いい質問だ。昔なら具体的な答えを出せたが、今はなあ、王城堂の格系としての責務を果たそうと思う。もし今回の旅を楽しめたなら、次の記録もまた俺を呼ぶといい。はい、ということでね、以上先生の任務でございました。まあそうだね、先生使った感じ、まあさっきも言ったんですけど、まあなんかカタログスペックだとね、貫突の性能すごいなんかやばいなと、はい、思いました。ということでね、まあ僕はちょっとどうしようかな。僕はちょっとね、宗教上の理由で、ちょっと男性の方はあんまりね、こう、貫突にしようとはちょっとこう、ならないんですけど、まあ、ガチャはね、引こうと思うんで、まあ、そちらもね、動画にしますんで、よかったらそちらもご覧いただけたらなと思います。はい。まあ、普段ね、いろんな、こう、ネタ動画とか、まあ、あとは夜な夜な、視聴者マルチとか、生放送でやってますんで、よかったらね、チャンネル登録と、高評価して、また次回、動画生放送見ていただけたらなと思います。はい、ということで、それではまた、次回お会いいたしましょう。またね、バイバイ。